モブ夫婦です。今回はこちら、じゃん、スマートウォッチ M18 を購入したのでこちらの紹介をしていきたいと思います。懲りずにね、スマートウォッチ紹介してるんですけど、久しぶりに楽天で調べてスマートウォッチ検索、一番上に出てきた商品、人気っぽいものを購入しました。一応楽天人気ナンバーワンみたいなやつにちゃんと選ばれてる商品で、利用者が多いのかなと思います。今回はもうなんか心拍数とか血圧の計測結果にイチャモンとかはねつけずに、もうスマートウォッチはだいたいずれてるものだっていうのはね、ほとんどの人が分かってきてる世の中になってきたかと思うんで、それ以外でね便利に使う方法があったりとか、体の健康面だけじゃないところでスマートウォッチをね使って楽しめてる人とかもいると思うので、そのあたりを紹介していければと思います。それでは開封からどうぞ。それでは箱から見ていきます。表面にはね、イットディアルですかね、会社名書かれてまして、日々の生活をよりスマートに、よりスタイリッシュに、 M18 と書かれてます。箱の上と両側面には何も書いていなくて、後ろ可愛いねイラストが書いているのと、その下に軽い製品の紹介が書かれてます。 IP68 の防水と、タッチパネルが 1.85 インチ、いいですね。LINE 公式アカウント、アフターサービスの QR コードも書いてあります。メイドインチャイナでございますね。中身見ていきます。お、いい感じのブラックですね。少しねプラスチックのところに傷っぽいのあるんですけど、まあこれは仕方がないですね。充電器、こういうタイプの充電器ですねと、説明書、なんか分厚いの。では説明書から見ていきまして、お、ちゃんとね日本語で書かれていますね。操作方法がすごい詳しく書かれてて、だいぶ使いやすそうだなと思います。説明書はね結構いいんじゃないかな。多分過去一の説明書のクオリティだと思います。いいね。で、重さは約 35g、 リストバンド含むと書かれてます。続いて充電器、これね本体丸々がカシッとしっかりはまるタイプの充電器ですね。続いて本体、ヘローと書いてるシールがついてますが、画面側だけじゃなくてセンサー側もフィルムがついてていいですね、良心的。ではフィルム剥がしまして、よくあるねスマートウォッチの四角い形ですね。で、画面の表面が少し角の方が曲面になっています。こういうのはね好きです。バンドはだいぶ柔らかめです。つけるとこんな感じ、腕につけた感じも結構いいのではないでしょうか。本体単体だけでね充電しないといけないタイプの充電器がこういう形のものだと多いんですけど、バンドをつけた状態でもねこうやってカチッとセットして充電できます。このまま充電します。充電完了して画面つけてるとこんな感じで、黒にね白が入って結構いい感じの文字盤ですね。見やすさはバッチリです。早速体温とか測れるかチェックしていきたいと思います。体温測ります。上がね表面温度で、下が多分体温を予測で出してくれるものだと思います。 33.3 度、 36.5 度、まあ妥当な温度が出ました。前にいくつかのスマートウォッチで検証した結果だと、体温測定はね結構間違いないというか、ちゃんと測定をしてくれてるかと思うので、そんなに疑わなくてもいいかなと思います。青いところのね意味はよくわかんないですね。続いて心拍数測ります。もう最初から何もしてない状態からね測ってくれてたのか、89、90、こんぐらいが多いんで、そんなにずれてるって感じはしないんですけど、スマホにもねこうやってしっかり内容が送られてきます。では続いて血圧測ります。血圧ね116、76ということなんですけど、血圧はねほとんど測れないと思っていいと思います。それ以外にね便利な機能があるんで、付属で面白機能がついてると思ったらいいんじゃないでしょうか。血圧がねブレるかどうかっていうところなんですけども、ちょっと腕をね強く握りしめた状態でこのまま測ってみます。まあ、少しぐらいはね何かの変化があってもいいんじゃないかと思うんですが、117、76で結果が出ました。さっきとほぼ変わりがないんで、もう一回測ってみましょう。117、74で出ました。3回測った結果なんですけど、そんなにね誤差がない状態になってます。でさっき測った心拍数ですけど、腕をね振ったらまあ反応しちゃうんですよ。こんな感じで100いって
止めると下がっていくみたいな感じですね。血圧はどうかな、安静にして測らないと運動しているとね数値が変なくなっちゃうっていうものなんですが、腕を振ってる状態でもね、まあ、似たような数値が出るようになってます。おそらくねこれぐらい前後の数値が出るようになってるんじゃないかと思います。心拍数ね、腕を振ったら、まあ、上がるっては言ったんですけど、実際腕がどれぐらい振られたら100いくとかっていうのが数値であるとは思うんですが、こうやってねジャンプをしてたら実際疲れるわけですよ。で腕も振ると、さっき適当に腕を振った時は100いっちゃったんですけど、こうやってジャンプをして心拍数上げる分だと今99になって、実際ね結構きつかったんですけどそれぐらいかなと思います。腕を振っている時の運動量でどれぐらい心拍数が上がるかってまあ大体決まってると思うんで、この辺もねスマホにこの時間帯こんなに運動してたんだなって記録されてるのを見たいだけとかだったら、ある程度の、ね、1日の運動量を気にされてる方ぐらいだったらいいかなと思います。疲れた状態で血圧改めて測ると116、74、大きいね変わりはないですね。心拍数も測る都度じゃなくて時間時間でねこうやってグラフ化されて数値が記録されていくんで、こういうのもね楽しいかなと思います。心拍数欄に脂肪燃焼とか有酸素運動無酸素運動とかっていうね表記があるんで、どういう状態でここが反応するのかなと思って、軽くね何の反応もなかったんですけど、一応ねこうやって腕立てをしてみました。学生時代運動したことがない人間の腕立てなんで気持ち悪いんですけど、まあ、頑張ってます。心拍数101までねこれ反応してます。実際すごくきつかったです。このね腕が動いてるのを測定で数値が上がっていくっていうのも悪くないなと本当に思いますね。このまま腕動いてなかったらどうなるんだろうと思って、ただのね空気椅子をした状態で心拍数を計測してみました。さっき腕を振って100いった時はシュンと結構早くね90台に下がったんですけど、こうやって空気椅子をして20秒とか30秒してる間まだずっと100なんですよね。100から101、99とかをさまよってて、運動した時とかの下がり方もすごくリアリティがあっていいかなと思います。実際にセンサーで測定しているのかどうかとかに関してはやっぱりどうしても謎なんですけど、長く腕を動かしてたその時間分心拍数が上がって心拍数下がるまで時間がかかるだろうっていうことでね、このスマートウォッチは設計されてるんだったら、少しずつね運動している人の心拍数の上がり方下がり方っていうのに近い数値が出せてるんじゃないかなと思います。でその後ねちょっと座った状態リラックスした状態でどれぐらい下がるかなと思ってたんですけど、徐々にねゆっくりゆっくり空気椅子してる時よりはなぜかねちゃんと下がっていきました。もしかしたらセンサー働いてんじゃねって思うぐらいねいい感じな数値の上下だと思います。続いて怪しいって有名な健康面の話ではなくてナチュラルに便利な点なんですけども、こちら音楽アプリとか YouTube の動画をスマートウォッチ越しで一時停止再生次の音楽前に聴いてた音楽に戻すことができるっていう機能なんですけど、これはね本当に便利でおすすめです。3000円の周辺機器でこういう操作ができるんだったらちょうどいいお値段かなと思います。腕時計代わりにもなるしね、睡眠、まあ、どれぐらいの時間で眠れたかっていうのだけでも記録したいなっていう人にはいいんじゃないかなと思います。お天気情報がスマホのねネットと通じ合ってるので、こうね正確なお天気情報を簡単に腕時計越しで見れるっていうのもいいかなと思います。スポーツする人とか時間に追われてる人におすすめなのがストップウォッチ、あとタイマーを仕掛けることもできます。運動面でね、今からランニングをします、サイクリングをします、縄跳びをしますっていう時に押すボタンがあって、これを押すとねスマートフォン内で今日1日これぐらいの時間したっていうのを記録してくれるものがあるんで、自分の日々の積み重ねを記録していきたい人とかにはすごくいい機能だと思います。結構ねウォッチでこんなのデタラメだとか大まかすぎて当てにならないって言ってる方多いんですけど、これを毎日続けていけばね自分の中にある程度のこれだけの数値が出たらいいっていう目標みたいなのができるかと思うんで、これもねそんなに捨てたもんじゃないです。文字盤の着せ替えもしっかりあるので、気分に合わせたり自分のファッションに合わせたりして選ぶこともできます。 LINE メールの通知もしっかり来ます。誰から送ってこられたかとメールに関しては件名までが文で出てきます、画面に収まる範囲 で続いて電話も誰から電話が来ているのかを確認することがウォッチ越しでできます。スマホで直接確認せずにウォッチだけで確認できたら便利の場って結構あると思うんですけど、そういう場で役立つ機能ですね。ただウォッチ内で
応答返信することはできません。いかがでしたでしょうか。 M18 画面がね結構大きくて、僕的にはね今までのスマートウォッチの3000円以下の商品で言うとナンバーワンだと思います。説明書のねクオリティがすごいんですよ。多分箱開封だとちゃんと見せれてなかったかなと思うんですけど、この辺とか一個一個の動作に対しての説明がちゃんと書いてあって、次のページとかもしっかり分かりやすい内容で書いてます。それではね、今回も動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。他にもね、ネットで見かけたスマートウォッチで怪しいけどちょっと欲しい商品で試してみてっていうのとかあったら、ぜひコメントください。じゃあね。